夏目漱石作「吾輩は猫である5」24時間の出来事をもれなく書いてもれなく読むには少なくも24時間かかるだろういくら写生文をこすいする吾輩でも これは到底猫の企て及ぶべからざる芸当と自白せざるを得ない。従って、いかに吾が輩の主人が二六地中精細なる描写に値する機嫌気候を浪するにもかかわらず、逐一これを読者に放置するの能力と根気のないのは、甚だ遺憾である。遺憾ではあるが、やむを得ない。 休養は猫といえども必要である。鈴木くんと明廷くんの帰った後は、木枯らしの旗と吹きやんで、心し身んしんと降る雪の夜のごとく静かになった。主人は霊のごとく書斎へ引きこもる。子供は六畳の前枕を並べて寝る。一軒半の襖を隔てて、南向きの部屋には、 くんが数え年三つになるメンコさんと添え字して横になる花曇りに暮れを急いだ日はとく落ちて表を通る駒桁の音さえ手に取るように茶の間へ響く隣町の下宿で民敵を吹くのが耐えたり続いたりして眠い時邸に折々鈍い刺激を与える外は 大方おぼろであろう晩餐に半ん,んの出汁でアワビ貝を空にした腹ではどうしても休養が必要であるほのかに承れば世間には猫の恋とか称する徘徊趣味の現象があって春先は町内の同族どもの夢安からぬまで浮かれ歩く世もあるとか言うが 我がははまだかかる心的変化に相法したことはない。そもそも恋は宇宙的の活力である。神は在天の神ジュピターより、霜は途中に泣くミミズ、オケラに至るまで、この道にかけて浮き身をやつすのが万物の習いであるから、我が輩猫どもがおぼろ嬉しと、物騒な風流儀を出すのも。 無理のない話である解雇すれば各言う我が輩も三毛子に思い焦がれたこともある三角主義の長本金田君の霊場阿部川の富子さえ寛月君に連母したという噂であるそれだから千金の春昇を心も空に満天下のめ猫お猫が狂い回るのを 煩悩の迷いのと軽蔑する念は毛頭ないのであるが、いかんせん誘われてもそんな心が出ないから仕方がない。我が輩目下の状態はただ休養を欲するのみである。こう眠くては恋もできぬ。のそのそと子供の布団の裾へ回って心地よく眠る。 ふと目を開いてみると主人はいつの間にか書斎から寝室へ来て細君の隣に延べてある布団の中にいつの間にか潜り込んでいる主人の癖として寝るときは必ず横文字の古本を書斎から携えてくるしかし横になってこの本を2ページと続けて読んだことはないあるときは 持ってきて枕元に置いたなりまるで手を触れぬことさえある。一行も読まぬくらいならわざわざ下げてくる必要もなさそうなものだがそこが主人の主人たるところでいくら彩君が笑ってもよせと言っても決して承知しない。舞を読まない本をご苦労千番にも寝室まで運んでくる。 ある時は欲張って三四冊も抱えてくる千じゅうは毎晩ウェブスターの大辞典さえ抱えてきたくらいである思うにこれは主人の病気でぜいたくな人が龍文堂になる松風の音を聞かないと寝つかれないごとく主人も書物を枕元に置かないと眠れないのであろうしてみると 主人にとっては書物は読むものではない眠りを誘う機械である活版の睡眠剤である今夜も何かあるだろうと覗いてみると赤い薄い本が主人の口ひげの先に使えるくらいな地位に半分開かれて転がっている主人の左の手の親指が 本の間に挟まったままであるところから押すと既読にも今夜は五六行読んだものらしい赤い本と並んで例のごとくニッケルのたもと時計が春に似合わぬ寒き色を放っている細君は血のみごを一尺ばかり先へ放り出して口を開いていびきをかいて枕を外している およそ人間において何が見苦しいといって口を開けて寝るほどの不定祭はあるまいと思う。猫などは生涯こんな恥をかいたことがない。元来口は音を出すため鼻は空気をとどんするための道具である。もっとも北の方へ行くと人間が武将になってなるべく口をあくまいと倹約をする結果、 鼻で言語を使うようなズーズーもあるが鼻を閉塞して口ばかりで呼吸のようを弁じているのはズーズーよりもみともないと思う第一天井からネズミの糞でも落ちた時危険である子供の方はと見るとこれも親に劣らぬ低たらくで寝そべっている 姉のトンコは姉の権利はこんなものだと言わぬばかりにうんと右の手を伸ばして妹の耳の上へ乗せている妹のスンコはその復讐に姉の腹の上に片足を上げてふんぞり返っている双方とも寝た時の姿勢より90度は確かに回転しているしかも この不自然なる姿勢を維持しつつ、両人とも不平も言わず、おとなしく熟睡している。さすがに春のともし火は格別である。天真爛漫ながら、武風流極まるこの光景のうちに、両弥を押しめとばかり、床重に輝いて見える。もう何時だろうと部屋の中を見回すと、 死鈴はしんとしてただ聞こえるものは柱時計と細君のいびきと遠方で下女の歯ぎしりをする音のみであるこの下女は人から歯ぎしりをすると言われるといつでもこれを否定する女である私は生まれてから今日に至るまで歯ぎしりをした覚えはございませんと強情を張って 決して直しましょうともお気の毒でございますとも言わずただそんな覚えはございませんと主張する。なるほど寝ていてする芸だから覚えはないに違いない。しかし事実は覚えがなくても存在することがあるから困る。世の中には悪いことをしておりながら 自分はどこまでも善人だと考えているものがあるこれは自分が罪がないと自信しているのだから無邪気で結構ではあるが人の困る事実はいかに無邪気でも滅却するわけにはいかぬこういう紳士淑女はこの下女の系統に属するのだと思う世はだいぶ老けたようだ 台所のあまどにトントンとにへんばかりかるくわたったものがあるはてないまごろひとのくるはずがないおおかたれいのネズミだろうネズミならとらんことにきめているからかってにあばれるがよろしいまたトントンとあたるどうもネズミらしくないネズミとしても 大変用心深いネズミである主人のうちのネズミは主人の出る学校の生徒のごとく日中でも夜中でも乱暴狼藉の練習に余念なく便然なる主人の夢を強迫するのを天職のごとく心得ている連中だから格のごとく遠慮するわけがない今のは確かにネズミではない先だってなどは 主人の寝室にまで沈入して高からぬ主人の鼻の頭を噛んで外貨をそうして引き上げたくらいのネズミにしてはあまり臆病すぎる決してネズミではない今度はギーッと雨戸を下から上へ持ち上げる音がする同時に腰障子をできるだけ緩やかに溝に沿うて滑らせる いいいよいよネズミではない人間だこの深夜に人間が案内もこわず戸締まりを外してご高麗になるとすれば明廷先生や鈴木くんではないに決まっている孔明だけはかねて承っている泥棒因子ではないかしら いよいよ因子とすれば早く尊厳を廃したいものだ因子は今や勝手の上に大いなる泥足を上げて二足ばかり進んだ模様である見やしめと思う頃揚げ板につまずいてかがたりと世に響くような音を立てた我が輩の背中の毛が靴ばけで坂にこすられたような心持ちがする しばらくは足音もしない。崔君を見ると、まだ口を開いて、太平の空気を夢中にとどんしている。主人は赤い本に親指を挟まれた夢でも見ているのだろう。やがて台所で待ちをする音が聞こえる。院子でも、我が輩ほど野院に目は聞かぬと見える。 勝手が悪くて定めし不都合だろう。この時我が輩はうずくまりながら考えた。陰紙は勝手から茶の間の方面へ向けて出現するのであろうか、または左へ折れ玄関を通過して書斎へと抜けるであろうか。足音は襖の音とともに縁側へ出た。 院子はいよいよ書斎へ入ったそれぎり音も沙汰もない我輩はこの間に早く主人夫婦を起こしてやりたいものだとようやく気がついたがさてどうしたら起きるやら一向要領を得ん考えのみが頭の中に水車の勢いで回転するのみで何らの分別も出ない。 すそをくわえてふってみたらと思って二三どやってみたがすこしもこうようがないつめたいはなをほうにすりつけたらと思ってしゅじんのかおのさきへもっていったらしゅじんはねむったままてをうんとのばしてわがはいのはなずらをいやというほどつきとばした鼻はなはねこにとってもきゅうしょである。 痛むことおびただしい。今度は仕方がないから、にゃーにゃーと2へんばかり泣いて起こそうとしたが、どういうものかこのときばかりは、のどにものがつかえて、思うような声が出ない。やっとの思いで、しぶりながら低いやつを少々出すと、驚いた。 肝心の主人は冷める景色もないのに突然因子の足音がしだしたみっちりみっちりと縁側を伝って近づいてくる「いよいよ来たなこうなってはもうダメだめだ」と諦めて襖と柳氷の間にしばしの間身を忍ばせて同性をうかがう。 陰子の足音は寝室の障子の前へ来てぴったりと止む我輩は息を凝らしてこの次は何をするだろうと一生懸命になる後で考えたがネズミを取るときはこんな気分になればわけはないのだ魂が両方の目から飛び出しそうな勢いである 因子のおかげで二度とない悟りを開いたのは実にありがたいたちまち障子の算の三つ目が雨に濡れたように真ん中だけ色が変わるそれを透かして薄くれないなものがだんだん濃く写ったと思うと紙はいつか破れて赤い舌がペロリと見えた 舌はしばしの間に暗い中に消える。入れ替わってなんだか恐ろしく光るものが一つ破れた穴の向こう側に現れる。疑いもなく因子の目である。妙なことにはその目が部屋の中にある何者をも見ないでただ柳氷の後ろに隠れていた 我が輩のみを見つめているように感じられた。一分にも足らぬまではあったが、こうにらまれては寿命が縮まると思ったくらいである。もう我慢ができんから、氷の影から飛び出そうと決心したとき、寝室の障子がスーッと開いて、待ちかねた院子が、ついに眼前に現れた。 「我輩は叙述の順序として富士の珍客なる泥棒因子その人をこの際諸君にご紹介するの栄誉を有するわけであるがその前にちょっと秘見を開禁してご考慮を煩わしたいことがある」「古代の神は全知全能と崇められている。 ことに八そ教の神は二十世紀の今日までもこの全知全能の面をかぶっているしかし俗人の考うる全知全能は時によると無知無能とも解釈ができるこういうのは明らかにパラドックスであるしかるにこのパラドックスをどう破した者は天地開闢以来我輩のみであろうと考えると 自分ながらまんざらな猫でもないという共栄心も出るからぜひともここにその理由を申し上げて猫も馬鹿にできないということを高慢なる人間諸君の脳裏に叩き込みたいと考える天地万有は神が作ったそうなしてみれば人間も神の政策であろう現に聖書とかいうものには その通りと明記してあるそうださてこの人間について人間自身が数千年代の観察を積んで大いに幻妙不思議があると同時にますます神の全知全能を承認するように傾いた事実があるそれは他でもない人間もかようにうじゃうじゃいるが同じ顔をしている者は 世界中に一人もいない顔の道具はむろん決まっている大きさも大概は似たり寄ったりである還元すれば彼らは皆同じ材料から作り上げられている同じ材料でできているにもかかわらず一人も同じ結果に出来上がっておらんよくまああれだけの簡単な材料で かくまで異様な顔を思いついたものだと思うと製造家の技量に感服せざるを得ない。よほど独創的な想像力がないとこんな変化はできんのである。一代の画工が勢力を昇降して変化を求めた顔でも十二三種以外に出ることができんのをもって押せば。 人間の製造を一手で請け負った神の手際は格別なものだと驚嘆せざるを得ない。到底人間社会において目撃しえざる定の技量であるからこれを全能的技量といっても差し支えないだろう。人間はこの点において大いに神に恐れ入っているようである。なるほど。 人間の観察点から言えば最もな恐れ入り方であるしかし猫の立場から言うと同一の事実がかえって神の無能力を証明しているとも解釈ができるもし全然無能でなくとも人間以上の能力は決してないものであると断定ができるだろうと思う神が人間の数だけ それだけ多くの顔を製造したというが、当初から胸中に生産があって、顔ほどの変化を示したものか、または猫も杓子も同じ顔に作ろうと思ってやりかけてみたが、到底うまくいかなくて、できるのもできるのも作り損ねて、この乱雑な状態に陥ったものかわからんではないか。彼ら顔面の構造は、 神の成功の記念と見られると同時に失敗の痕跡とも判ぜられるではないか。全能とも言えようが無能と評したって差し支えはない。彼ら人間の目は平面の上に2つ並んでいるので左右を一時に見ることができんから、事物の反面だけしか視線内に入らんのは気の毒な次第である。 立場を変えてみればこのくらい単純な事実は彼らの社会に日夜間断なく起こりつつあるのだが本人のぼせ上がって神に飲まれているから悟りようがない政策の上に変化を表すのが困難であるならばその上に鉄頭鉄尾の模倣を示すのも同様に困難であるラファエルに 寸分違わぬ聖母の像を2枚掛けと注文するのは全然によらぬマドンナを総服見せろと迫ると同じくラファエルにとっては迷惑であろういな同じものを2枚描く方がかえって困難かもしれぬ弘法大師に向かって昨日書いた通りの筆法で空海と願いますという方が まるで書体を変えて注文されるよりも苦しいかも分からん人間の持ちうる国語は全然模倣主義で練習するものである彼ら人間が母から乳母から他人から実用上の言語を習うときにはただ聞いた通りを繰り返すより他に妄頭の野心はないのであるできるだけの能力で 人をするるのであるかように人まねから成立する国語が10年20年とたつうち発音に自然と変化を生じてくるのは彼らに完全なる模倣の能力がないということを証明している純粋の模倣は格のごとく至難なものである。したがって 神が彼ら人間を区別のできぬよう、しっかり焼き印のお亀のごとく作り得たならば、ますます神の全能を表明しうるもので、同時に今日のごとく勝手次第な顔を天日にさらさして、目まぐるしきまでに変化を生ぜしめたのは、かえってその無能力を推知しうるの愚ともなりうるのである。 吾輩は何の必要があってこんな議論をしたか忘れてしまった元を忘却するのは人間にさえありがちのことであるから猫には当然のことさと多めに見てもらいたいとにかく吾輩は寝室の障子を開けて敷居の上にぬっと現れた泥棒因子を別件した時以上の感想が自然と胸中に湧き出たのである なぜ湧いたなぜという質問が出れば今一応考え直してみなければならんえー、っとそのわけはこうである吾が輩の眼前に悠然と現れた陰子の顔を見るとその顔がふだん神の政策について その出来栄えをあるいは無能の結果ではあるまいかと疑っていたのにそれを一時に打ち消すに足るほどな特徴を有していたからである特徴とは他ではない彼の美目が我が親愛なる講談師水島寛月君に瓜二つであるという事実である我が輩は無論 泥棒に多くの知恵は持たぬが、その行為の乱暴なところからふだん想像して、ひそかに胸中に描いていた顔はないでもない。小花の左右に展開した、一ど同化くらいの目をつけた、いがぐり頭に決まっていると、自分で勝手に決めたのであるが、見ると考えるとは天地の相違、想像は決してたくましくするものではない。 この陰子は、生のすらりとした、色の浅黒い一の字眉の粋で立派な泥棒である。年は二十六、七歳でもあろう。それすら寒月君の写生である。神もこんな似た顔を二個製造しうる手際があるとすれば、決して無能を持って黙するわけにはいかぬ。いや、実際のことを言うと、 月君自身が気が変になって深夜に飛び出してきたのではあるまいかとはっと思ったくらいよく似ているただ鼻の下に薄黒くひげの芽生えが植えつけてないのでさては別人だと気がついた寛月君は苦み走った講談師で活動ぎってと名帝から称せられたる金田富子嬢を 優に吸収するに足るほどな念入れの製作物であるしかしこの因子も人相から観察するとその婦人に対する引力上の作用において決して寒月くんに一歩も譲らないもし金田の令状が寒月くんの目つきや口先に迷ったのなら同等の熱度を持ってこの泥棒君にも惚れ込まなくては 義理が悪い義理はとにかく論理に合わないああいう再起のある何でも早わかりのするたちだからこのくらいのことは人から聞かんでもきっとわかるであろうしてみると寒月くんの代わりにこの泥棒を差し出しても必ず満身の愛を捧げて近質調和の実をあげられるに相違ない 万一寒月君が名帝などの説法に動かされてこの千個の良縁が破れるとしてもこの因子が健在であるうちは大丈夫である我が輩は未来の事件の発展をここまで予想して富子城のためにやっと安心したこの泥棒君が天地の間に存在するのは富子城の生活を幸福ならしむる 一大要件である院子は小脇に何か抱えている見るとさっき主人が書斎へ放り込んだフルゲットである当山のはんにおなんどのはかの帯を尻の上に結んで生白いすねは膝から下むき出しのまま今や片足を上げて畳の上へ入れる。 さっきから赤い本に指を噛まれた夢を見ていた主人は、この時寝返りをどうと打ちながら、寒月だと大きな声を出す。陰子はケットを落として出した足を急に引きこます。障子の陰に細長い向こうずが二本立ったままかすかに動くのが見える。主人は、うーん、むにゃむにゃ。 と言いながら、例の赤本を突き飛ばして、黒い腕を肥前闇のようにボリボリ書く。その後は静まり返って、枕を外したなり、寝てしまう。寒月だと言ったのは、全く我知らずの寝言と見える。院子はしばらく縁側に立ったまま、室内の動静をうかがっていたが、 主人夫婦の熟睡しているのを見澄ましてまた片足を畳の上に入れる今度は「寒月だ」という声も聞こえぬやがて残る片足も踏み込む一睡の春闘で豊かに照らされていた六畳の間は陰子の影に鋭く二分せられて柳氷の辺から我が輩の頭の上を越えて かべのなかばがまっくろになるふりむいてみるとインシの顔のかげがちょうどかべのたかさの三分の二のところにばくぜんとうごいている講談しもかげだけみるとやつがしらのばけもののごとくまことにみょうなかっこであるインシはサイくんの寝顔をうえからのぞきこんでみたが 何のためかニヤニヤと笑った笑い方までが勘月君の模写であるには我が輩も驚いた崔くんの枕元には四寸閣の一尺五六寸ばかりの釘付けにした箱が大事そうに置いてあるこれは肥前の国は唐津の住人多たら三平君が先日帰省した時お土産に持ってきた 山の芋である山の芋を枕元へ飾って寝るのはあまり例のない話ではあるがこのイ君は煮物に使う三本を溶断巣へ入れるくらい場所の適不適という観念に乏しい女であるから細君にとれば山の芋はおろかたくあんが寝室にあっても平気かもしれんしかし神ならぬ因子は そんなな女と知ろうはずがないかくまで丁重に肌身に近く置いてある以上は大切な品物であろうと鑑定するのも無理はない。院子はちょっと山の芋の箱を上げてみたがその重さが院子のよきと合してだいぶ目方がかかりそうなのですこぶる満足の程である。いよいよ山の芋を盗むなと思ったら。 しかもこの講談師にして山の芋を盗むなと思ったら急におかしくなったしかしめったに声を立てると危険であるからじっとこらえているやがて院士は山の芋の箱をうやうやしくフルゲットにくるみ始めた何かからげるものはないかとあたりを見回す 幸い主人が寝るときに溶き捨てたちりめんのへこびがある。院子は山の芋の箱をこの帯でしっかりくくって、くもなく背中へしょう。あまり女がすく体裁ではない。それから子どものちゃんちゃんを二枚、主人のミリアスのもも引きの中へ押し込むと、股のあたりが丸く膨れて、青大将がカエルを飲んだような。 あるいは青大将の臨月という方がよく形容しうるかもしれん。とにかく変な格好になった。嘘だと思うなら試しにやってみるがよろしい。因子はメリヤスをぐるぐる首ったまえ巻きつけた。その次はどうするかと思うと主人の紬の上着を大風呂敷のように広げてこれに くんの帯と主人の羽織と襦袢とその他あらゆる臓物をきれいに畳んでくるみ込むその熟練と器用なやり口にもちょっと感心したそれから彩くんの帯揚げとしごきとをつぎ合わせてこの包みをくくって片手に下げるまだちょうだいするものはないかなと辺りを見回していたが 主人の頭の先に朝日の袋があるのを見つけてちょっとたもとへ投げ込むまたその袋の中から一本出してランプにかざして火をつけるうまそうに深く吸って吐き出した煙が乳色のホヤをめぐってまだ消えぬ間に院子の足音は縁側を次第に遠のいて聞こえなくなった 主人夫婦は依然として熟睡している人間も存外うかつなものである吾輩はまた残時の休養を要するの別に喋っていては体が続かないぐっと寝込んで目が覚めた時は弥生の空が朗がらかに晴れ渡って勝手口に主人夫婦が 巡査と対談をしている時であったそれではここから入って寝室の方へ回ったんですなあなた方は睡眠中で一向気がつかなかったのですなええと主人は少し決まりが悪そうであるそれで盗難にかかったのは何時ごろですかと巡査は無理なことを聞く時間がわかるくらいなら 何も盗まれる必要はないのであるそれに気がつかぬ主人夫婦はしきりにこの質問に対して相談をしている何時頃かなそうですねと崔く君は考える考えればわかると思っているらしいあなたは昨夜べ何時にお休みになったんですか俺の寝たのはお前より後だ ええ、私の伏せったのはあなたより前です。目が覚めたのは何時だったかな ?7 時半でしたろすると盗賊の入ったのは何時頃になるかななんでも夜中でしょ夜中はわかりきっているが何時頃かというんだ。確かなところはよく考えてみないとわかりませんわ。 細君はまだ考えるつもりでいる。巡査はただ形式的に聞いたのであるから、いつ入ったところが一向通用を感じないのである。嘘でも何でもいい加減なことを答えてくれればよいと思っているのに、主人夫婦が要領を得ない問答をしているものだから、少々じれたくなったと見えて、それじゃあ盗難の時刻は不明なんですな、というと。 主人は例のごとき調子で「まあそうですな」と答える。巡査は笑いもせずに「じゃあね明治三十八年何月何日戸締まりをして寝たところが盗賊がどこそこの雨戸を外してどこそこに忍び込んで品物を何点盗んでいったから右国訴に及び騒動なり」という書面を出しなさい。 届けではない、です。あてはないほうがいい。ええ。はおりなんてんだいかいくらというふうに表うにしてだすんです。いやはいってみたってしかたがない。とられたあとなんだから。とへいきなことをいってかえっていく。主人はふですずりをざしきのまんなかへもちだして。 く君を前に呼びつけて「これから東南国訴を書くから取られたものをいちいち言え。さあいえ。と」とあたかも喧嘩でもするような口調で言う「ならいやださあ言えだ」なんてそんな憲兵ぺで誰が言うもんですかとほ装びを巻きつけたままどっかと腰を据える「そのふはなんだ宿場女郎のできそこないみたいようだ。 なぜ帯を締めて出てこん。これで悪ければ買ってください。宿場女郎でもなんでも取られりゃ仕方がないじゃありませんか。帯まで取っていったのか。ひどいやつだ。それじゃあ帯から書きつけてやろう。帯はどんな帯だ。どんな帯ってそんなに何本もあるもんですか。黒スとチリメンの腹合わせの帯です。 黒ジュースとちりめんの腹合わせの帯一筋。値はいくらぐらいだ ?6 円ぐらいでしょう。生意気に高い帯を占めてるな。今度から1円50銭ぐらいのにしておけ。そんな帯があるものですか。それだからあなたは不人情だと言うんです。女房何度はどんな汚い封をしていても自分さえよけりゃかまわないんでしょ まあいいや。それから何だ伊藤織の羽織です。あれは河野のおばさんの形見にもらったんで、同じ伊藤織でも今の伊藤織とは立ちが違います。そんな公爵は聞かんでもいい。値段はいくらだ。15円。15円の羽織を着るなんて身分不相当だ。いいじゃありませんか。あなたに買っていただけゃしまいし。 その次は何だ黒旅が一足。お前のかあなたんでさあね。代価が二十七銭。それから、山の芋が一箱。山の芋まで持って行ったのか煮て食うつもりか、とろろ汁にするつもりか。どうするつもりか知りません。泥棒のところへ行って聞いていらっしゃい。いくらするか 山の芋の値段までは知りません。そんなら、十二円五十銭くらいにしておこう。バカバカしいじゃありませんか。いくらからつから掘ってきたって、山の芋が十二円五十銭してたまるもんですか。しかし、お前は知らんというじゃないか。知りませんわ。知りませんが、十二円五十銭なんて法外ですもの。 知らんけれども十二円五十銭は法外だとは何だ。まるで論理に合わん。それだから貴様はおたんちんパレオーロガスだと言うんだ。何ですっておたんちんパレオーロガスだよ。何ですそのおたんちんパレオーロガスっていうのは。何でもいい。それからあとは、俺の着物は一向出てこんじゃないか。 あとは何でもようござんす。おたんちんパレオロガスの意味を聞かしてちょうだい。意味も何もあるもんか。教えてくだすってもいいじゃありませんか。あなたはよっぽど私を馬鹿にしていらっしゃるのね。きっと人が英語を知らないと思って悪口をおっしゃったんだよ。愚なことを言わんで、早く後を言うがいい。早く国葬せんと品物が帰らんぞ。 どうせ今から告訴したって間に合いやしません。それよりか、お団チンパレオーロガスを教えてちょうだいうるさい女だな。意味も何もないというに。そんなら、品物の方も後はありません。玩ングだな。それでは勝手にするがいい。俺はもう盗難告訴を書いてやらんから。私も品数を数えてあげません。 告訴はあなたがご自分でなさるんですから、私は書いていただかないでも困りません。それじゃあよそと、主人は例のごとくふいと立って書斎へ入る。細君は茶の間へ引き下がって、張り箱の前へ座る。二人とも、10分間ばかりは何にもせずに、黙って障子をねめつけている。